和夫のこれってどうなの。今日は奥本光大先生をお招きして、本当は日本軍が解放軍だったというテーマでお話を伺います。先生一つよろしくお願いします。まず最初にですね、イベント紹介をさせていただきます。実は私がやっている8月の講演会ですけども、まず8月の前半、夏休み特集としてですね、日本の古を知ろうというテーマで、文京区シビックセンタースカイホールで講演会を行います。一部二部構成になっておりまして、一部は日本の歳時記、二部は日本の形ということで、日本の古の由来というか、そういうものを親子で勉強していただきたいと思って計画をさせていただきました。それから、8月の後半、北の大地は大丈夫かという第3弾になります。私がこの日本危機シリーズをやってから、ちょうど小野寺さんがスタートで、今回も小野寺さん3回目ということになります。で、小野寺さんに北の大地、北海道の最新情報を話していただきます。そして第2部として、今日本の先住民族の分断工作が行われていまして、いわゆる北はアイヌ、南は沖縄、琉球ということで、先住民族であるということで日本を分断しようとする動きがあります。そのことに対してお二方に話をしてもらって、この問題の根深さについて語っていただく予定です。それから上園さんという方がいろいろ全国回って中国の工作の動きを追っておられますので、その話もさせていただきます。それと新章版としてですね、関野道夫さんがですね、この一神教が世界、戦争を起こす理由ということで、今までいろんな戦争の原因は人種差別だとか、日本のその中国の市場をアメリカが取りたいという思ったとか、いろんな話があるんですが、関野さんはこの根本的に一神教というのが、日本のような多神教神道を許さない、いわゆるある意味では邪教という視線でですね、民族を見るということで、それがベースにあって、アメリカのインディアンからハワイからフィリピンから、そうした、異民族に対する、差別というか、そういうのが一神教から来ているというお話をされています。実際日本は豊臣秀吉時代にバテリンが来て、そういった危機があったんですけども、もう一度新たなこの話が、テーマとして第二次世界大戦ではあったんだというお話ですね。非常に興味あるお話です。そして、もう一つ白暴攻撃ということで、実はこのハート出版さん2つの本を出されて、一等兵物語ということで、一等兵に関する兵士の焦点を合わせて、本を記述されたもので、非常に、賞も受けているんですが、このよく下士官の人にインタビューすると、戦争はひどかった、残酷だったという話ばっかりが聞こえてくるんです。で、幹部の人はなぜ戦ったかということを語らないという構図になっているんですけども、この一等兵を焦点して、一等兵の毎日の軍隊生活、これが非常にある意味では人間味豊かに、それでいろんな苦労の中から戦友と共に助け合うというような、そういう描き方をしてやって、戦争というものの実態を知りたいと思う方には非常にいい良いものだと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。それでは、今度は奥本光大先生が今主催されております空の神兵の集いについてお伺いしたいと思います。この真ん中のこの広告の地域チラシがそうです。これについて先生説明お願いします。空の神兵ということをですね、問いかけてきて、今年で3年目を迎えます。初めは皆さんご承知がなかったんでですね、その新兵の偉業をですね、世に伝えたいということで活動しています。なぜ空の新兵がそれほど偉業を打ち立てたのかと言いますとですね、大東亜戦争が始まった初戦は、日本軍はいつ油がなくなるかわからない状態です。数値で言えば大体1年ぐらいでですね、油が枯渇するというような状態でですね、あえて日本軍が戦争を始めたと
というところにあってですね、まあ、昭和17年2月14日でですね、バレンバンを攻撃することによってその大量の油を確保できたことによって、まあ、戦争が継続できたと言っても過言ではありません。で、もしそこで油が枯渇したらどうなったかというと、もう本当1年ぐらいですからアメリカ軍に侵攻されてですね、まあ、日本は占領されて、まあ、植民地になっていたかもわからない、ましてや連合国によって日本が分割されて統治されたかもわからない、植民地として、まあ、アジアはですね、今でもですね、アジアが植民地であったかもわからない、そういう偉大な戦争だったということをですね、世に伝えたいということで、今やっておりますが、その一環としてですね、この7月27日ですが、靖国神社で、空の神兵の集いを行います。これはですね、その戦争に、まあ、参戦した将兵がいっぱい、たくさんの方が亡くなっています。その慰霊と検証がですね、まだまだできてない、まあ、慰霊はできても検証されてないということをですね、非常に心を痛めておりまして、まあ、そういった活動をですね、これからやっていきたいという思いでですね、まあ、社団法人を立ち上げて、本格的な活動をするということを始めました。具体的にはですね、各地で草野に埋もれてしまっている慰霊碑を再建したり、まあ、新たに、まあ、慰霊碑とか記念碑を作ったりとする活動でございますが、まあ、そういった活動を通じてですね、まあ、日本の歴史、正しい歴史を伝えるということをやっていきたいということで始めております。まあ、皆さんにもご協力をいただきたいというふうに思ってます。まあ、それをですね、まあ、皆さんに知っていただくための集いということを予定していますので、ふるってご参加いただければというふうに思ってます。はい。今回の集会の特徴は、基調講演が池間哲郎先生が登壇されるというふうになっています。日本はなぜアジアの国々から愛されるのかということで、池間先生はアジアの各国に行っていろんな戦地で、体験された、まあ、ご老人の方にインタビューする。そうするとその老人の人がですね、日本軍の兵隊が本当に立派だったよと口々にしておっしゃるという、そういう話を、生の話をこう取材をして、講演なり、あるいは若い人たちに、知らせると。で、今度は池間哲郎の池間チャンネルですかね、作られて、非常に、まあ、もっともっと多くの人に知ってもらいたいという、まあ、池間先生の熱意がそこに表れているんですが、ぜひ池間チャンネルにも登録をお願いしたいと思うんですが、この池間先生の活動というのは非常に大きなアジアの人々に影響を与えて、学校もですね、たくさん、まあ、そういうボランティアで作ってやっておられますので、まあ、本当の日本人というか、戦前の立派な日本人とプラスですね、池間先生のそういう、まあ、奉仕活動というか、そのことによって日本人を新たに、まあ、再確認させていただいているということで、非常に素晴らしい活動だなと思っています。私も一度講演をお呼びして、本当涙感動の講演会でした。これも非常に楽しみなあれですね。そうですね。はい。池間先生はですね、お忙しい中ですね、まあ、この会の発足ということであえて来ていただくということを無理にお願いして調整していただきました。ぜひですね、皆さんにも、多くの皆さんに、東南アジアの人々がどのように日本を見ているかをですね、まあ、知っていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。今回その日本軍こそですね、解放軍だったというテーマで、まあ、お話ししていただくわけですが、まあ、よく人民解放軍とは言いますけども、人民解放軍が終わった後の、まあ、中共の状態はどうだったかと、もう人民を弾圧している、まあ、政治体制だったわけですよね。だから日本こそ朝鮮、台湾、中国において、その、まあ、軍閥が割拠したり、あるいは専制政治が行われてたり、いろんな近代化がずっと遅れて欧米の植民地支配を受けそうになってたという状況を日本軍がこう救ったということで、私は日本軍こそ解放軍にふさわしいというふうに思うんですけども、奥本さんはどういうふうに思うんですか？そうですね、はい、父がですね、バレンバンの落下傘部隊のとしてですね、バレンバンに降下したんですが、まあ、その時の話をですね、まあ、父の指揮でですね、知ったわけなんですが、
まあ、制圧して、市街地に入っていったといったところ、いろんな人がですね、インドネシア人がですね、日本兵に群がってきたと。で、何を言ってきたかということですが、まあ、通訳に話してはですね、通訳に訳してもらったら、まあ、物資というかね、ガソリンはいくらでも供給するから、オランダ兵をやっつけてくれというようなことをですね、しきりに言ってきたという話で、まあ、弾圧されてきた彼らにとってはですね、まあ、空から舞い降りた本当の神様のような存在だったということでございます。まあ、インドネシアではですね、昔から、まあ、11世紀ぐらいからの、まあ、神話というか伝説がありまして、いずれですね、神から空からですね、白い乗り物に乗った兵隊さんが降りてきて、救ってくれるという伝説がありましたが、まさにその通りのことが起きたのでですね、インドネシアの住民は本当に狂気乱舞して日本兵を迎えた。また日本兵はですね、制圧した後もですね、まあ、聖書の再稼働等においてもですね、インドネシア人の人を迎え入れてですね、従業員として雇って共存して聖書運営をやっていったということでございます。で、この先ほどちょっと話しましたが、パレンバンでは300万トンぐらいの石油が生産当時はされてたんですが、まあ、インドネシアの人たちと一緒になってですね、設備改造で一部ですね、アメリカ軍とかですね、オランダ軍が破壊していった装置をですね、まあ、みんな寄ってたかってですね、修理をして、また増産をしてすることによってですね、だいたい600万トン倍ぐらいのね、生産ができるようになったという、インドネシアの人と一緒になってですね、油を生産したという話も伝わっております。まあ、先ほど申しました通り、これによってですね、日本は3年半も戦えた。それによってですね、アメリカ軍からやっぱり、日本軍の戦い方に、脅威を覚えた。だからですね、戦争はですね、あるところで終結出てきた。で、今の日本の平和もですね、それによってですね、保たれていると。そういった日本の素晴らしい将兵がですね、本当に、まあ、アジアのために戦ったということでですね、今のアジアがあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、池間先生のお話にもそういった話が出てくると思いますのでですね、ぜひ、皆さんお聞きになっていただければというふうに思っています。実は諸橋重和さんという方が将兵塾の事務局長でおられるんですが、まあ、インドネシアに行ってインドネシアに残った日本兵で、まあ、独立運動を支援した人を訪ねたそうです。そうするとその日本兵、元日本兵の方はですね、戦争に負けたけども我々はそのインドネシアの解放独立のために戦ってきたんだと、ここでまだ戦いがね、終わったわけじゃなくて道半ばで、まあ、日本に帰れるかということで残って戦われたわけです。だから大東亜戦争というのはですね、まあ、自存自衛の戦いであったということもあるんですけども、実際には多くの将兵の気持ちの中にはですね、欧米のそういう有色人種に対する、まあ、差別あるいはその圧迫弾圧、そういったものに対する憤りというのがアジア全体にもうマグマのようにあったわけですよね。だからそういうものに対して同じ気持ちになって動いたということは私はよく理解できることだと思うんですね。まあ、ぜひこの7月27日、靖国会館で、愛国者はどうぞ集合して、もう一度先人の偉業を称えましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。